今回も育房さんからお預かりした商品、一点物の竿を紹介させていただきます。前回紹介させていただいた竿にすごく仕様が似ていて、今回のものもこういったね、竹のケースが付いている、そんな仕様になっております。早速、姉妹寸法を測ってみましょう。姉妹寸法は1 9点 3センチ20センチ弱のこういったしまいになってますねこれもコンパクトでカバンにスッと入るそんな仕様になってますねで前回同様こちらのね育房さんの取り扱うさおっていうのは一点ものになっていますので、まあ、世の中に同じものが2つないそういったさおになっておりますあ書いてありますね ここ、マスキングテープで6 0センチ4本継ぎと先に塩の方出てしまいました。どんな竿でしょうか。あー、これまた口巻きが綺麗になってますね。あ、これも印籠継ぎだ。印籠継ぎ。印籠継ぎいいんですよね。僕印籠継ぎ好きだな。あー、今回もね、こうおしゃれな手元ですね。いいじゃないですか、これ。 あ僕欲しいいななこれ <laughs> いくらなんだろう <laughs> 値段はね僕いつも聞いてないんですよいつもね育房さんに、えー、価格を問い合わせてるっていうような状況でこういったね品物だけお預かりして動画で紹介させていただいたり欲しいよこういった道具ないっていう方にお譲りさせていただいているそんな状況でございます穂先の方はこのね育房さんが取り扱う竿の特徴である ハリス止めになってますね。これが非常に便利です。毎回ご案内させていただいてますけれども、こちら、可動式になっておりまして、ぽっきり折れることがなかなかない、そんなね、仕様になってますね。非常にこれはね、考えられた竿先になっております。とっても細くてね、繊細な道具なんですけれども、一応、ついてみましょうか。こちらもね、どんな雰囲気なのか見てみたいです。 鳥ちゃんが今日も元気だね。よく鳴いてる。<laughs> うーん。非常にいいうん。キュッとしっかり入る感じがします。 これだけね、キュッとしっかり入ってくれれば、ちょっとなんかね、船がかかったり、なんかこう、大きいね、魚がかかった時に、穂先だけピューンって持ってかれるみたいなことがないと思います。これぐらいね、キュッと入る方がいいと思います。あの、よくね、ちゃんと入んないの、その差を、みたいに思う方、いらっしゃるかもしれないですけど、そうじゃないんですよね。まあもちろんね、その、職人さんがね、 本当に作る江戸技をとか、もうこれピシッピシッって,言っていってるのかもしれないんですけれども、もちろんね、湿気とかね、その管理している状況で膨らんだり縮んだり広がったりしますからね、それはどん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 こう微調整して、職人さんにまたお願いして、こうね、調整していくみたいな、そういったことが基本となりますけれども、なかなかそういうのがね、大変で、めんどくさい、煩わしい人には、まあこういった塩の方が、 使い勝手はいいですよね。はい、今日釣り行こうってパッて道具見てもね、あれブカブカになってるとか、そういったね、ことがないんで。まあ、それがね、ある意味メリットかなという感じもします。うん。いい感じですね。これでタナゴかけたら面白いだろうな。まあ、僕はハゼ釣りたいですけどね、これで。<laughs> いつも通りですね、価格の方は僕の方で伺っておりませんので、もし欲しいという方がいらっしゃいましたら、メールかツイッターの DM でご連絡いただければ、育房さんの方に価格などね、問い合わせさせていただきます。一点物ですので、ちょっとね、早いもの順という形にはなってしまうんですけれども、この育房さんのサオシリーズ、結構あの、人気で売れてます。すぐなくなっちゃいますので、ご希望の方はぜひ、 ご連絡いいただければと思います今回は6 0センチの4本継ぎローですねこちらの方を紹介させていただきましたいいんじゃないですかねすごくいいと思います僕がちょっと欲しいぐらいのそんな道具になっておりますけれどもすごいないいなぜひ 気になる方はご連絡ください。